野球ファンの皆さん、こんにちは。本日は大歓声のここ名古屋ドームからドラゴンズ対カープの試合を実況は私三宅でお伝えしてまいります。さあ第9ツーナッシング、早くも追い詰めました。3球三振です。一気に勝負してくるか。スタンドに入りました。ファールボールです。これも三振です。タイミングが合いません。一気に勝負してくるか。なんと3者連続三振です。1回の表の攻撃が終了しまして、この回のカープ3人で攻撃を終わっています。塁には出したくないバッターです。ヒヤリとさせる甘い球でした。流し打ち、おっと三塁に行く。先制のランナーがセカンドにいます。当たりは今一つ。これはドン詰まり。三塁でストップ。先制のランナーが三塁まで進んでいます。ストレートから入った。さあ犠牲フライになるか。届きました。ホームラン。際どいボールをなんとか捉えてライトスタンドに花火を打ち上げました。今先制のホームランを放った立浪、悠々とホームベースに向かいます。ドラゴンズ、これで早くも4点のリードです。すでに差は4点。序盤から一方的な展開となっています。ファウルボール。打ち取ったか。一塁は。さあ低めに変化球を集めてゲッツーを狙っていきたいところ。タイミングを狂わされました。低めのボールが続いています。さあ次のボールは、ボールか。注目の一球。打球はサードへ、二塁へ。これはアウト。スコアリングポジションにはランナーがいます。ストレートから入った。
ストレートを続けてきた。早くも追い詰めました。レフトへ飛んだ。この位置から間に合うか。三塁ランナースタート。ホームインです。谷繁犠牲フライを打ち上げてタッチアップ成功です。ドラゴンズ大差をつけて一方的な展開を続けています。ランナーはありません。打球はショートへ。シングルヒット。先ほどの打席でヒットを放っています井端。この球には手を出しません。ツーナッシング。早くも追い詰めました。二遊間抜けるか。二塁は初回ドラゴンズ先制点を挙げています。さあバッターボックスには前田。打ち上げてしまいました。追いつけませんでした。ファールボール。詰まった。よく取った。あっとセーフ。もっと塁を埋めていきたい。ツーナッシング。一気に勝負してくるか。三球三振です。ランナーは一塁。ボール球を振ってきた。一気に勝負してくるか。センターへ。難なく掴んでいます。アウトを2つ取りました。右バッターボックスにはシーツ。タイミングが合いません。一気に勝負してくるか。三球三振です。二回の表の攻撃が終了しまして、この回のカープ一人残塁で無得点です。さあバッターボックスには荒木。打ち上げてしまいました。難なく取りました。先ほどの打席でヒットを放っています。福留流し打ち。先ほどの打席でホームランを放っています。立浪。まっすぐ手が出なかったんでしょうか。早くも追い詰めました。二遊間抜けるか。一塁ランナーセカンドで止まる。ドラゴンズ追加点のチャンスです。初球は外してきました。当たりは今一つ。インフィールドフライになりました。タイミングを狂わされました。この段階で決めてくるか。レフトはどうか。どうか。際どいところファウルです。右中間どうだ。
さあ、ツーアウトになりました。ストレートから入った。ストレートを続けてきた。早くも追い詰めました。三球三振。黒田ピッチを切り抜けています。2回の裏の攻撃が終了しまして、この回のドラゴンズ2者残塁で無得点です。さあ、バッターボックスには木村。これは平凡な当たり。一塁へ。打ち上げてしまいました。簡単にツーラン。先ほどの打席は三振に倒れています。木村、一気に勝負してくるか。この打席もバットは不発。2打席連続三振。3回の表の攻撃が終了しまして、この回のカープ3人で攻撃を終わっています。先ほどの打席は内野ゴロに倒れています。これは見ました。ツーナッシング。一気に勝負してくるか。三球三振です。ランナーはありません。これは見ました。一気に勝負してくるか。三球三振です。この回の出塁はありません。早くも追い詰めました。これも抑えました。3回の裏の攻撃が終了しまして、この回のドラゴンズ3人で攻撃を終わっています。川上、素晴らしいピッチングを見せています。当たりは今一つ。これはアウト。ランナーはありません。当たりは今一つ。難なく掴んでいます。この回の出塁はありません。打球はサードへ。一塁へ。これはアウト。4回の表の攻撃が終了しまして、この回のカープ3人で攻撃を終わっています。塁には出したくないバッターです。ノーアウトからランナーが出ました。打ち上げてしまいました。二塁へ。アウトを一つ取りました。先ほどの打席でヒットを放っています。福留。一塁ランナー三塁へ。
三塁までランナーが進んでいます。ストレートから入った。ストレートを続けてきた。早くも追い詰めました。ピッチャー返し、ああ抜けた。ボールは返ってこない。このチャンスにタイムリーヒットを放ちました。黒田踏ん張ることができません。すでに両チームの間には大差がついています。これはちょっと厳しいか。ライトはどうか。バックホーム、二塁ランナーホームへ。セカンドランナーホームイン。このチャンスにタイムリーヒットを放ちました。黒田これでこの回に失点。さあ低めに変化球を集めてゲッツーを狙っていきたいところ。センターはどうか。センター余裕を持って構えます。